おはようございます。塚原農園です。今日はナス栽培についてご紹介をしていきたいと思います。今日はナスの苗を植え付けをします。前もってマルチは先に張っておきました。マルチを張るタイミングっていうのもあります。ちょうど雨が降って畑がある程度湿って、雨が降ってから 2,3 日してほんのわずかに表面が乾いた頃に張ると、ナスはとても水分が好みますので、マルチの下がある程度湿り気があった方が植え付けをした後の根が伸びがとても早いです。はい、でもう一つが、ナスはとても高温を好む野菜ですよね。夏野菜代表の一つです。そこで、最低でも3日前ぐらいに先に張っておくことによって、日中太陽の光がマルチに当たると地面が温められます。植え付けをした後の根の層の付近がどん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 温度が高くなることによって、よりまた根の張りが早くなるということです。はい、そしてこの1畳でマルチを張って栽培をされる方は95センチマルチがおすすめです。マルチを張った後の一つの畝の幅の仕上がりは60センチぐらいになります。その真ん中へ等間隔に植え付けをするといいですね。複数1本2本3本4本とたくさん畝を作る方は、こちらのナスの苗の芯とこちらのナスの苗の芯のこの間、上間、これは最低でも180センチぐらい広く取っておいた方が、ナスは葉っぱを大きく茂らせますので、太陽の光がどこからもまんべんなく当たった方がナスは大きく成長しますので、そのぐらいの幅は設けておいた方がいいと思います。で、植え付けをするタイミングはこのような花のこれつぼみなんですが、これはついているものが一番ちょうどいい。で、これ花がつぼみが、ついた後に時間が経つと花が咲きます。紫色の花が多いと思うんですが、これもちょうどいいですね。はい、でもう一つ、花が咲いた後ポットの苗の状態でもこのように、これもすでにちっちゃなナスがついているんですけれども、もちろんこれでも大丈夫です。で、いろいろこのようにつぼみが、花が、少し小さなナスがついているとか、まあ、いろいろな苗の状態があるとは思うんですけれども、こういったものの中でどれにしたらいいのかなと悩む方もいらっしゃると思うんですね。で、ナスが一つもうすでについているから、あ、これはもうラッキーと思ってこれを買われる方がいらっしゃると思うんですけれども、できれば私がもし園芸店ホームセンターで苗を買う場合は、つぼみの苗を、これを購入します。最初苗を植え付けをした当初というものは、まず木を大きく育てることに専念させてあげたいんですね。で、この最初についたナスというものは大きくさせて収穫するしてしまうと、実は最初ちょちょっとできるんですけれども、こちらの方に栄養、実に栄養ばかりいってしまって、肝心の木が大きくならない。ナスはどん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 背丈を大きくさせてたくさん収穫をしていく野菜になりますので、ナスが一つついているからといってこれを選んでしまうと、もうこれすでに栄養を使われていますので、私だったらこのつぼみを選びます。まあ、そういったことも苗選びの一つのポイントになります。つぼみ、花、まあ、ちょっと実がつき出したかなという、まあ、この3つあたりは大丈夫ですね。そしてこの葉っぱなんですけれども、葉っぱが一枚一枚がとても大きくて、色がすごく濃い色をしているものがやっぱりおすすめです。で、もう一つが、これは、接ぎ木苗という土の中で生息しているナスに悪さをする菌を、まあ、病害虫などを防いでくれるために苗木を使っている苗になります。ナスのこちら苗木というんですね、ここまでが色がちょっと緑色ですよね。で、ここ切れ込みが入っていて、上ここ黒いところ、これがナスのホギになります。ここ切って割ってナスをちょんと刺してくっつけておくとくっついちゃうんですね。で、このトルバムビガーという苗木を使うことによって、半身胃腸病、半枯れ病、青枯れとか、猫伏線虫とか、まあ、いろいろな土の中に生息しているナスの根から侵入したりする悪い菌などを
防ぐための、まあ、フィルターのようなものが、それが接ぎ木苗のこの苗木になります。でこの接ぎ木苗を購入する時も、これも一つ私がもし購入するのであれば、この苗木が長いものを購入します。すごく短くても大丈夫なんですけれども、植え付けをした時にこの間が接ぎ木の苗木の間隔がすごく短いと、土がちょっと触れているだけでここから根が出てしまったり、またここの継いだところから雑菌などが侵入してしまうことがありますので、ほんのわずかでも数ある苗木接ぎ木苗の中から、この継ぎ目と下のポットの表面とこの間の高さが、苗木がすごく長いものがおすすめです。あとはこの継いだところがきちんと固まっているかどうか、これが小さい苗の場合だと、まだ継いだばかりだと購入される時に傷口などが入っている場合があります。少しこのように、触ってもここがぐらつかないもの、きちんと固くコルク化しているものを選ぶようにしてください。はい、もう一つがポットを少し横にしていただいて、根が出ていないものにしてください。ここで中がトグロを巻いてこの辺りで収まっていればいいんですけれども、ここから根がわさっとヒゲのように出てしまっているものは、置かれていたりすると管理上動かしたりすると、そこでここ地面に当たりますから傷がつきますよね。目ではわからないんですけれども、根はもう細かな傷が入っていると、植え付けをした後畑に雑菌などがいると、いくら苗木であったとしてもそこから菌がどん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 侵入して弱い苗になってしまったりしますので、必ずポットはこのように根が突き出していないもの、この縁の周りぐらいまで飛び出していないような苗を選ぶようにしてください。はい、でもう一つが、こちらですね、例えば下の葉っぱなどが黄ばんでいるもの、こういったものも中にあるんじゃないでしょうか。これは病気とかではなくて、ただ単に肥料が切れてきているだけですね。これが苗屋さんなどが作ったものが園芸店などで、これ搬入されます。その当初はまだ肥料が梅土に含まれてますので、青々と全体的にしていると思うんですけれども、長く置かれると、もし園芸店の方が肥料など追肥をしていない場合、このように黄化して下の方から来ます。はい、まあ、この場合でもこれは苗を植え付けする分には構いません。もし黄化しているのであれば、そういった苗を植え付けをする場合は、ここへポットに植え付け前に、3日前ぐらいにじょうろで液体肥料をここに流し込んであげて、多少吸わせてあげるだけで大丈夫です。はい、そしてもう一つがナスの苗を植え付けをするタイミングになります。これもとても重要です。園芸店、ホームセンター、などではもうナスの苗は仕上がっていますので、地域によっては販売されていますね。それを見ると購入したくなって、もうすぐに植えたくなってしまいますよね。でも日中は暖かいから大丈夫だろうと、ただマルチをしただけでそのまま植え付けをしてもこれは大きくなりません。逆に苗にとってストレスがずっとかかってしまいまして、苗が大きくならない。これが気温が上がってきて6月、7月、8月になっても膝丈ぐらいしか大きく成長しないことがあるんですね。膝丈までしかいつも大きくならないんだよな、なんだか農家さんみたいにやってるつもりなんだけれども全然大きくならないという方は、苗を植え付けをするのが、まあ早くてもいいんですけれども、早く植えたら植えたで、養生をしてあげるということです。その養生の仕方が、早く植える方は一番外で簡単なのが、あちら側に見えるようなビニールトンネルですね。ビニールトンネルをしてあげることによって、日中は大丈夫なんですが、朝晩はまだ肌寒いですよね。お住まいの地域で桜が咲き終わって、でそろそろ田植えをする準備の白柿などが始まっているという頃に、まあ、ナスというものは農家も全体的に始まるわけなんですが、それでもやっぱり夜が寒いです。肌寒い。ナスはとても高温好みますので、日中だけ暖かくてもこれダメなんですね。ということで、その頃に早く苗を購入されて、どうしても早く栽培されたい方は、
植え付けをした後トンネルすぐかけるか、もしくは先に前もってトンネルビニールを設置した後にそこへ苗を等間隔に植え付けをすることをお勧めします。ではトンネルビニールを使わないと栽培ができないのかといったらそうでもありません。これも時期をずらしていただければと思います。ちょうど田植えが終わった後ですね、お米が育つにはやっぱり夜の温度も寒くてはいけないんですよね。農家さんなどが田植えが全体的に田んぼも水も張って、お米の苗が植わったなと思った頃だったら、マルチもしくは稲わら敷草などを敷いていただいたところに植え付けをしていただければ、それでビニールトンネルはしなくても大丈夫だと思います。はい、そこで接ぎ木苗を使う方も植え付けをする深さというものをとても大切になってきます。ここがちょうど継いだところ、ここから下が台木なんですが、このポットの表面の高さとマルチが平らになるように植え付けをします。決してここの継いだところよりも深く植えてしまったりはしないようにしましょう。またここギリギリまでこう土を寄せてしまったり、かぶせて倒れないようにと土を寄せてしまったりすると、ここの上のナスのホギの方からも、バイパスとしてこう根が出ることがあります。もしそこから根が出てしまうと接ぎ木を使った意味が全くなくなってしまいますので、それも注意していきましょう。で、接ぎ木苗ではなくて未生苗、種をまいてそのまま育ったナスの苗を植え付けをする方はもう結構深めにですね、植え付けをしていただくか、まあ、このポットの表面の高さからだいたい 2,3 センチ下に潜るように植え付けをしていただければと思います。はい、それではナスの苗を植え付けをしていきたいと思います。植え付けをする間隔、まず1本目植え付けをしたら次の2本目を植え付けをする場合は、ナスは50センチから60センチぐらい株間を設けていただいた方が大きく成長します。この間最初はかなり広いですが、ナスは10月11月頃まで栽培をしてきますよね。すごく大きく茂りますので、広ければ広いほどナスは大きく成長して実もたくさん収穫できます。私は60センチ株まで植え付けをしてきます。植え付けをする最初ゼロのところにマルチの真ん中に印をつけて、2本目、私は60センチで植え付けをしますので、60センチのところに印をまずつけておきます。で、まずこちらの苗を植え付けをする前に、たっぷりと 1,2 時間前には液体肥料などを加えた水でここへ流し込んで吸わせておいてください。それから植え付けをするとより根が活着スムーズにいきます。はい、ではマルチを開いていきます。このポットの大きさよりも一回り少し若干広めに開けていきましょう。で、マルチの下にある土を出していただきます。ある程度掘っていただいたところでポットをそのまま置いてみます。そこでマルチの高さとこのポットの中の培土の高さが平らになっているか確認します。ちょっと深く掘りすぎたなと思ったら少し戻してあげる。で、もう一度置いてみる。で、ここで一つやってしまえばだいたい深さどのぐらい掘ったらいいかなと分かると思います。穴を掘っていただいたら、そこへ液体肥料などを加えた、水をここへコップ1杯ぐらいたっぷりと流し込んであげてください。畑の下の土がたっぷりと湿っていた場合であったとしても、液体肥料をここで流し込んであげるとより活着がスムーズに行われます。はい、では苗を引き抜いていきます。人差し指と中指、この2本の指で台木の、もしくは台木ではなくてもこの株元の茎をよくきちんと挟んでいただいて、横にしていただいて、ポットのお尻、水切り穴を指でちょんとつっつきます。で、ポットを少し揉んでいただくとスッと抜けます。で、この時に根をよく確認しましょう。根の色、これが黒ずんでいたり赤茶けているものは病気にかかっている、根腐れなどがかかっていることがあります。そういったものは植え付けは控えた方がいいです。それでは片方の手で根を押さまえていただいて、はい、そーっと中に落としましょう。はい、で、ここで指を離さずにこのまままっすぐ茎が
上を向いている状態で先ほど掘った時に出た土、これで穴を埋めていきます。裾に穴が開いていると根がむき出しになって枯れてしまいますので、きちんと両手の指先を使ってこの間に土を詰めていきましょう。はい、で継いだところに土が触れていないかなと、この株元周りは特に継ぎ木苗を使っている方は気をつけていきましょう。で余った土はマルチの外に出していただきます。ここでマルチの表面が汚れていても構いません。まずは植え付けをすることに専念しましょう。雨が降ればこの汚れたマルチも一雨で綺麗になってしまいます。植え付けが終わりましたら、先ほど流し込んだ液体肥料の水と同じものを上からもたっぷりと注いであげてください。特に雨が数日降っていなくて、どうしてもその日に植えないといけないという場合、乾いていると根付きがとても遅くなってしまいます。またこれ上から水を与えることによって、多少なりとも中隙間が空いています。指できちんと押したつもりでも根と土がきちんと密着していないと根の伸びというものも遅くなってしまいますので、これで上から少し水を与えてあげるといいでしょう。はい、1本目が終わりました。そこから60センチ離れたところ、はい、こちらの方も穴を開けます。あとは植え方同じですね。そしてここでもう一つポイントがあります。このマルチをされている方は特に植え付けをした後外で栽培をされている方、ビニールトンネルなどをしていてもそうなんですけれども、マルチの下というものは高温になります。雲一つなくて晴天の日は4月5月だとこの辺りは60度ぐらい温度が高くなることがあります。そこでここの裾が空いていると、ここへ空気が入るといずれどこかから逃げられるんですね。その時にここに温められた空気がまたここから戻る時に株元の茎などに高温の風が当たると、これもストレスでここが少しダメージがありますので、必ずこのようにバタつかないように、風が入ってマルチが持ち上がらないように、このように土、開けた土で裾はきちんと密閉するようにしてあげてください。そして、最初に花がこのようにつぼみがついていたり花が、咲いているもの、トマトと違ってこの向きは特に関係ありません。右を向いていても、まあ、手前を向いていても奥を向いていてもこの向きはどちらでも構いません。はい、もうだいぶ気温も高くなって、トンネルビニールなども使わず苗を植え付けられる方、植え付けた後まだ苗が小さくてもこのままの状態だと時折強く風が吹くと、はい、このように揺さぶられて折れてしまうことがあります。仮に支柱などをやっておくといいですね。まあ、添え木みたいな形で、できれば竹など細い竹、これがぐらつかないように、はい、こんな感じで根を傷つけないように斜めに植え穴の外側に向けて刺していただきます。スッと、でこのちょうど軸と刺した支柱、仮支柱の細いもの、これを交わったところで、ここあたりでキュッとバインダーの紐、シュロ縄などでここで軽く輪っかを作って止めてあげると、これで振り回される心配はありません。である程度大きくなって膝ぐらいの高さまで成長した頃になったら、これを取っていただいて、緑の太いイボダケなどを同じように斜めに刺していただいて、できれば上の方で結んであげてください。いやもうでもナスの季節ですね。1年が経つのは本当に早いものです。ちょうど早いところだともう4月もう上旬に植え付ける方もいらっしゃいますね。いろんなやり方があります。寒くてもトンネル、二重トンネルにして植える方もいます。これを植えた後にここに小さなもの、不織布用のトンネルやって、でもう一個大きなものをトンネルやって、それはビニールというやり方と、人それぞれ農家さんによってもいろんなやり方があります。
で今後は植え付けをした後に支柱も立てて、その支柱でこのナスが大きく成長した後倒れないようにやるやり方など、そういう支柱の立て方も動画にしていこうかなと考えてます。ビニール今後これからかぶせるんですけど、そのかぶせるトンネルのアーチパイプ、よくまあ緑のコーティングしてあるものとか、私の地域だと銀色の鉄パイプ、アーチパイプなんですけど、そのビニールトンネルをだいぶ背丈が80センチぐらいまで来て、ビニールに触れるか触れないかぐらいまでなってきたら、多分5月の中下旬だと思うんですけど、その頃になったらビニールを外します。でそのパイプを生かして、パイプだけ、アーチパイプはそのまま設置しっぱなしで、横に平テープみたいなものを手前に2本奥に2本這わせて、その平テープが横の支柱代わりになります。このナスは本当に暑いのが好きなので、5月の連休頃でも、まあ、ギリギリですね。できないことはないんですけど、あと梅雨が来る前が結構勝負ですね。梅雨になると毎日のように雨降りますよね、まあ、降らない年もありますけど、毎日雨が降ると温度が上がらないので、やっぱ植え付けをして何もして上にかぶせ物がないと、それもストレスで、初期生育が悪いと、もう膝腰ぐらいの高さまでしかならないということなんですよね。だからその梅雨の低温などが来る前にある程度高さを高くしておくことですね。だいたい高さが1メートルぐらいになるぐらいまで成長させておけば、背丈が大きいということは粘りも活性化しているので、ある程度雨が続いて低温、温度が低くなったとしても、全然こういった苗にもストレスはさほどないということですね。あと雨が降るとやっぱりこうね、ここが冠水してしまう。ナスは水も必要なんですけど、梅雨の長雨は集中豪雨的なもので、この通路だけではなくて、この畝のところが水で浸かってしまうぐらい雨が降って、ここに足を踏み入れるとズボッと潜ってしまうぐらい雨が降るのは、ナスはそれは好みません。根に酸素がいかなくなってしまうと、酸欠で一時的に呼吸ができなくなってしまってぐったりしちゃうんですね。そうするとちょうど梅雨が明けた頃になると、傷んだ根などが今度は梅雨が明けると一気に高温で夏日で地面が温められる。そうするとそれによって傷んだところから雑菌が侵入して、いくら苗木を使っていたとしても半身一半枯れ青枯れとか、そういったものが侵入しようとしてきて、最初は成長がスムーズだったものも梅雨明けとともに一気に半分だけ枯れていたりとか、半分だけぐったりしているとか、日中はぐったりしている、で夕方になると回復するみたいな、青枯れとか、まあ、そういうものが起きるんですね。あまり水も多すぎも良くないということ。そのためには根をたくさん増やしておくということがとても大切ですね。そんなに難しいことでもないんですけれども、その一つ一つの原因となるものをきちんと考えながら、畝を水が浸かるようであれば畝をちょっと高くしていただいたりとか、脇水を切って水がきちんと流れるようにしていただいたりとか、まあ、そういうことをやっていただければ、スムーズにいくと思います。ナスは長期栽培、だいたい4月中下旬に植え付けをして、収穫が終わるのが、その年によってもそうですけど、霜が降りるまでなので、まあだいたい約半年近く畑で育てるわけですよね。なので最初のこの畝の作りというものは後から直すことはできないので、最初はもう妥協せず、ゆっくりと時間をかけて慣れるまではしっかりとした畝作りというものも大切です。まあ、それと同時に土作りも大切ですね。植え付けをするもう1ヶ月ぐらい前からは準備をしておく。この土の中にはたくさんいろいろ微生物が入っております。まあ、線虫に対して
強いとされている台木を使っていますけど、これもあくまで補助的で、継ぎ木と実生と比べればやっぱり継ぎ木の方は多少はいいよというぐらいと思った方がいいと思います。初めてナスを栽培される方はもう断然継ぎ木がおすすめです。せっかく植え付けをしたのに病気が出てしまって 2,3 本取ったらもう枯れてしまったっていうと、これ結構ショックですよね。でしたらもう最初から継ぎ木を使って、上手に栽培していただいて収穫をたくさん取れるように、それを一度体験していただくこと、そうすると自信がつくのでより野菜を作る意欲が湧くんですね。また来年もやってみようかなっていう、はい、こちらナスの植え付けが終わりました。これからトンネル、パイプを立ててビニールトンネルを上にかぶせていきたいと思います。この作業は次回ナス編の動画で、また後日動画にしていきたいと思いますのでお楽しみください。またナス栽培で一番のやっぱりポイントは、お住まいの地域に合った気候で温度が確保できる時に植え付けをするのが一番のポイントです。ビニールトンネルなどちょっと手間がかかるから、そのまま苗を植え付けをしたいと言われる方は、もう田植えも終わってだいぶ朝晩の冷え込みもなくなって、掛け布団などもかけないで夜が眠れるような時期、気候になったら、大丈夫だと思いますけれども、少し早めに苗を植えたいと言われる方は、上にビニールトンネルなどをかけていただければ、夜の寒さに直当たりすることなく、また風に当たっても揺さぶられることなく、そういった栽培もできますので、ぜひ皆さんもやってみてはいかがでしょうか。またナス栽培をやっているけれども、いつもちょっと病気が出てしまうんだよなと言われるような方は、継ぎ木苗を使うというのも一つの方法です。また継ぎ木苗を使っても病気が出るような方は、場所を少し離れたところにやっていただくか、もしくは違う科の植物を植え付けをして、見るのも一つの方法です。畑を長く楽しむには土作りというものがまず一番大切になってきますので、慌てずゆっくりと少しずつ土作りをしながら楽しい菜園でお過ごしください。今日もご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。